グーチョキパンダゲームスです。今回はアメージングデジタルサーカスの人形でキャラクター紹介をします。ぜひ最後まで見てね。ネタバレありです。ポムニー、主人公の女の子。ピエロの格好がとっても可愛いんだ。突然このサーカスに来てしまってすっごくパニックになっちゃう。出口はどこ？どうやってこのサーカスから逃げ出せるかを必死に探すよ。それにこの世界に来て自分の本当の名前がわからなくなっちゃうんだ。そこでこの後紹介するケインに名前をつけてもらうんだけど、最初クスドゥククって名前をつけられて、その名前をポムニが嫌だって言うから、次に提案されたポムニって名前になったんだよ。あとこの世界では汚い言葉遣いを使うと、こんな風にこのマークが出て言葉が聞こえなくなっちゃうんだよ。あとパンダさんはポムニが大好きなんだけど、特にいいなって思うところはいろんな表情をするところ。ポムニのお人形3体やるんだけど、どの表情の顔もいいよね。この顔は初めて鏡を見た時の顔かな。あとあとこっちは虚無空間に行ってしまった時のお顔に似てるなって思います。みんなはどんなポムニが好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。ジャックス、男の子のウサギ。オーバーオールを着ているよ。ちょっと意地悪な男の子。ジャックスの人形は2つ持っているんだけど、こっちのお人形の方が本物に近くって、ジャックスはとっても背が高いんだよ。ジャックスはいたずら好きなんだけど、そこがクールでかっこいいんだ。でもパンダさん的にはこっちのお人形が可愛くて一番お気に入りです。ガングル、白い仮面のお顔と体はリボンでできた女の子。ちょっとお人形では分かりづらいかな。見えますか？ここの赤い部分がリボンの模様になっています。あと顔の仮面は割れちゃうこともあります。笑顔の仮面の時もあるけど、基本的には泣いてることが多いよ。ラガタ、ドール人形の赤い髪の毛の女の子。片目はボタンでできているよ。ここはどこ？ポムニがこのサーカスに来てとってもパニックになっちゃうんだけど、少しでもパニックにならないように話しかけたりしてくれるとっても優しい女の子なんだ。苦手なものはムカデ。パンダさんもムカデ苦手だ。っていうかこのお人形ちょっと、なんというかもっと本物のラガタの方が可愛いなって思います。髪の毛も少ないし、もうちょっとだけ似させてほしかったなーなんて。へへへ。よし、はい、次行きます。キンガー、チェスのキングの駒のおじさんキャラクター。お手手は本来は離れていて空中に浮いているような感じだよ。
それにこのお人形はピンクの服だけど、本当は紫色のマントを着ているんだ。このサーカスに長くいて、サーカスについても詳しいんだよ。キンガーはクッションの中に隠れておどおどしてることが多いんだよね。ズーブル。ズーブルはいろんなパーツが組み合わさってできたキャラクター。ピンクの三角のお顔が特徴。いつもちょっとめんどくさそうにしているよね。ちなみにズーブルの体はパーツがバラバラになっても平気で、アニメではこのクロウインクに連れて行かれちゃったりするんだ。バラバラになっても平気なんてすごーい。ケイン。歯型の中に目があって、タキシードのスーツと帽子をかぶった管理 AI のキャラクター。ケインは基本的に空中に浮いているんだ。それに瞬間移動もできちゃう。わわ、消えちゃった。このサーカスについて詳しいみたいだけど、みんなには教えてくれないんだ。それにケインはみんなのことをたくさんの目で監視しているんだよ。今回はこのお人形たちのキャラクターの紹介だったんだけど、アメージングデジタルサーカスは他にもいろんなキャラクターがいて、例えばピエロのカフモ、ケインの相棒のサポート AI のバブル、さっきガングルの体を持っていっちゃったクロウインク、そのクロウインクたちのボスのクロウインククイーンなどもいるんだけど、お人形は持っていないので、そちらの説明はこちらの以前の動画を見ていただけると嬉しいです。概要欄に載ってます。グーチョキパンダ、グーチョキパンダ。最後まで見ていただいてありがとうございます。本当にこのアメージングデジタルサーカスの人気はすごいんだ。まだ1話しかアニメが出ていないけど、でもキャラクターも個性的で、これからどうなるか本当楽しみです。またこれからもアメージングデジタルサーカスの動画を作っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それじゃあまたねー。